はい、電気。どうも、ガイチです。また、ね、この倉庫の前ということは、今日もブーツ紹介いきましょう。いい天気だ。ね、西日だけど。今日は、何のブーツかというと、A が多いね。普段ね、あまりこう、財布とかベルトとかでこう、好きじゃないんだよね、本当はね。ブツブツしたのは嫌いだったんだけど、なぜか一番多いエキゾチックレザーの今日はオーストリッチダチョウ行きましょう。まずこれね、まあこれからアップ取ります。今日はねちゃんと眼鏡ここに下げてから忘れないよ。はい、これリオスオブメルセデス、俺がね初めてちゃんとしたとこで前言ったけど、あの買ったね、北青山のベイリーストックマンさんで買ったかなり高いリオスです、ね、茶色でなかなかでも、ね、クイルって言うんだけど、ブツブツが上品な感じでいいですよ。これはいい。ソールはもちろん革いいよ。これ履きやすいね。リオスオブメルセデス1個目の、これなんだろうね、濃い茶色で上はタンに近いのかな。次リオスで続くか。リオスで続くとこれリオスオブメルセデスのブラックだね。なんか先がちょっと細い感じの、これをね履いてね、まだブーツあんまりよくわからない頃、浅草の先にね、千住に近いのかな、にある福六寿さんっていうとこ行って行ったんですよ。そしたらすごくいい人でね、あのどうぞどうぞって言ってくれて、で、ああいいですね、リオスですねって言って、はあってちょっといいですかって、もう脱いでこうやって見せたら、見るんだよこうやって、ああこれ裏打ってありますけどこれは作り変えてますねと、ああでも綺麗にできていいですねと。やっぱり年配の方がこういうピチピチのキツキツのブーツ履くのかっこいいですね、誰のこと言ってるのかなと、あ俺かと自覚がないんだね。あチュンが来た、ああ行っちゃったこちらでチュン。あ、ごめんね。今、スズメと話してる。はい、リオス。ね、先が細い。さっきのはほら、ね、スクエアと見えるかな？こっちはちょっとさ、完全に尖ってるわけじゃないが、ちょっと、尖ってるやつ。リオス。次これ行く前にこれ行こう、ルーケーシー。いいよ、ルーケーシーだよ確かな。そう、まあ、ルーケーシーもいろいろねあるんだけど、この色が良くてね、まあ、これももちろん中古で買ったんだけど、なかなか綺麗な色でしょ、ルーケーシーね。そう、買って分かったんだよね、こうクイルじゃんみたいな、結構でかいクイルだね。あ、今なんか取れそうになった。で、これ後ろはね、これは多分、なんだろう、ブルハイドかな、なんかでも象っぽいね。ちょっとわかんない。
これは最初から裏ほらこうやってゴムがね全部貼ってあって、力がかかるところはより強いゴムになってます。ルケーシもう一丁ルケーシー行こうか。これはなかなか気に入ってんだ、色的に。これね、ルケーシーの赤、これいいじゃないこれね、綺麗でちょっとエナメルがかった赤で、ほらちゃんとここ後で写すけど、インレーになって中にもね赤いのがあって、あ後ろもそうだ、これもいいわ。あちゃんと処理したんだ、やっぱ後ろがね、後ろがね、なまっちゃった。これはね、まあ、芝居の稽古で、まあ、稽古っていうかいろいろ教わってる先生のとこ行って、これを履いてったら衣装の靴みたいなの履いてくんじゃねえよって言われたけど、いや普段なんですよっつってね、へえって言われて、あんまり役者派手なのよくないよって言われたんだけどね、まあいいじゃんね。ケーシーで1個ちょっと変わったのいこうか。これはね、これもだからこれリオスか、こうこれもリオス・オブ・メルセデスなんだけどね、えどこがオーストリッチだって、ほらオーストリッチレッグっつって、オーストリッチのこうあれのね足んとこだね。だこのブツブツしてるとか、これ足じゃなくてどこだろうね、この辺かな、わかんないけど、これはアップで写すけど、これはオーストリッチのレッグだね。近くで見るとなかなかねいいよ。あこれもリアットさんで貼ってもらってますね。これも履きやすい。いや一般ね、で、あもう最後にね、みんなが好きなトニーラマ、トニーラマのこれはね、なんだろう、結構クラシックなトニーラマだと思うよ。これはね、ちょっとね、先がほら、ね、女の人みたいにね、女の人みたいにキュッとなって、これはこれでおしゃれだね、トニーラマ。Thank you.
今日はオーストリッチで外すためにこうやってたオーストリッチで攻めました。ちなみにね、普段履くのはこういう、いや普段こういうの履くよ。今日のはこれ、ね、これもあれか、これどこだ、あ、ルケーシーのね2000っていう、まあ汎用モデルだけど、これはこれで渋いでしょ。で、ディーゼルのジーパンにロブゾンビ監督のマーダーライドショット。ロブゾンビいいよね、歌もいいけどさ、いいよ。ハロウィンのリメイクすごく良かったな。あんで今日バックル、バックルはこれだ、これ危ないんだよ、これブツブツなってるけど、こうかがむとね、太ってる時腹に刺さるからね。長い間すいませんでした。ということで、今日もブーツ紹介しました。まだまだいっぱいあるからね、まだまだ続くよ。それではサブスクライブプリーズ、ご登録よろしく、評価も待ってます。コメントいっぱい書いてくださいよ。ではガイチでした。また。